こんにちは、羽生結弦選手の新しい動画が ISO から公開されました。今回はその撮影の舞台裏や、海外からの反応、海外ファンの声も紹介します。コメント欄にぜひ感想をお寄せいただき、皆さんで交流しましょう。27日に磯から公開されたスペシャル動画の撮影は、1年前に仙台のスタジオで行われたものです。 今回の CM 新しいステージへでは、羽生結弦選手が白いシャツを着て、石器製の美白化粧水を使用するシーンが印象的に描かれています。この映像では、幼少期の羽生選手が練習している姿や、ジュニア時代からシニアまでの大会でのジャンプなど、これまでの成長過程が感じられる内容となっています。メイキング動画では、羽生選手がスタッフとリラックスした雰囲気で話したり、 感謝の言葉を伝えたりするシーンも見られ彼のプロフェッショナルな一面が垣間見えまナレーションでは羽生選手自身の声で気持ちを切り替え次の挑戦へ向かうそれをずっと続けてきました「雪肌精」を使うことで肌と心が引き締まる「この瞬間が好きです」というメッセージが伝えられ彼の前向きな姿勢が強調されていますさらに 27日に公開されたこのスペシャル動画には海外からも多くの反響が寄せられました。特にアジア圏や欧米のファンからは羽生選手の透明感ある肌はまるで化粧品の効果を証明しているかのようだといった称賛の声が上がりました。また SNS 上では彼の肌は完璧すぎるこんなに美しいスキンケアシーンを見たことがない羽生結弦は本当にどんな製品でも輝かせるといったコメントが多く見られ彼の影響力が国際的に広がっていることを示しています。また、 ヨーロッパのファンからも彼のプロフェッショナリズムが画面越しに伝わってくる羽生選手の姿勢や発言にはいつも勇気をもらえるといった感想が寄せられ彼の持つ人間性や透明感が CM を通じて強く伝わっていることがわかります世代や性別を超えて受け継がれてきた透明感というテーマのもと磯の新しい美白化粧水が一生ものの透明感を表現していますこの映像を通じて 羽生選手が新たなステージへ向かうという前向きな姿勢が伝わってきますメイキング動画では撮影に真剣に取り組む羽生選手の姿だけでなく撮影の合間にヘアメイクのスタッフとリラックスした様子で会話を交わす姿やスタッフ一人一人に感謝の言葉を述べながらスタジオを後にするシーンも収められています公式のプレスリリースによると昨年の夏に仙台のスタジオで行われたこの撮影では 羽生選手のプロフェッショナルな姿勢にスタッフたちは感銘を受けスタジオ全体に緊張感と熱気が満ちていたそうですスタジオ内では羽生選手の好きな音楽が流れ合間にはその音楽に合わせてダンスや歌を口ずさむ姿も見られましたまた監督の指示をすぐに理解し迅速に対応する羽生選手の姿が印象的で限られた時間の中 全員が一丸となって最高の動画を作り上げようと全力を尽くしていました。今回公開された動画では白いシャツを着た羽生選手の爽やかで透明感のある姿がひときわ際立っています髪をかき上げる仕草やカメラに近づくショットそして薬用を急うブライトニングエッセンスローションを使ってスキンケアをするシーンに注目してください。また、 動画内でのナレーションも羽生選手が担当しています彼の声からは優しさの中に新たな挑戦へ向かう力強さが感じられますのでぜひ耳を傾けてみてください羽生選手のコメントも紹介されています今回の撮影では薬用ソ受化粧水の初めてのリニューアルという特別な瞬間に立ち会うことができとても光栄でした忙しいスケジュールの中でも 監督やスタッフの皆さんの支えがあり磯の魅力を十分に伝えることができたと感じています磯を使い続けることで肌だけでなく心も引き締まるような感覚がありますこの効果を実感しているからこそ皆さんにもぜひ続けて使っていただきたいと思います新しくなった磯が皆さんの日常に素晴らしい変化をもたらすことを願っていますと述べていますまた 11月にはキャンペーンが行われ、応募者の中から1万8千名様に羽生選手も使用していた薬用依存ブライトニングエッセンスローションのサンプルが当たるほか、特製の冷却依存セットが当たるチャンスもあります。さらに、ダイスを冷蔵庫で冷やすことで浮かび上がる文字を記載し、W チャンスとして応募すると、7月1日に発売される薬用依存ブライトニングエマルジョン乳液。 ミリリットルの原品が10名様にプレゼントされるというキャンペーンも行われていますこの情報が夜中に投稿されたため突然の知らせに驚きや歓喜の声が上がり時差のある国々では早朝やちょうど良いタイミングで反応が届きました磯は海外でも販売されておりグローバルなファンからも高い評価を得ています羽生選手は長年にわたりイソのグローバルミューズを務め これままでににも多くのキャンンペーンに参加ししてきました2022年には新垣結衣さんとともに3種類の化粧水を使用感で当てる危機化粧水チャレンジに挑戦しその際に羽生選手の負けず嫌いな一面が発揮されました勝負ごとには強い気持ちを持っているので当てますと自信を見せていましたが実際に挑戦してみると意外とわからないですねうわぁ難しい スケートのことだったらどんなにでもできるんですけどねとだんだん弱気な発言も出始める様子が印象的でしたそれでも自分では分かっているという姿勢は崩さず真剣に取り組んでいましたしかし羽生選手は自信が持てず本当にこれで合っているのかと最後の最後まで悩んでいましたそれでも結果は全問正解でめっちゃ嬉しいと満面の笑みを見せました この CM は YouTube で公開され、世界中のファンに大きな反響を呼びました。各国から多くの反響が寄せられました。彼は一体何歳なのかわからなくなるこんなに自信なさげな様子、初めて見たかもリンク上の彼と同一人物なの負けず嫌いすぎる、笑、かわいすぎる、モデルもできそう私の肌よりずっと綺麗で羨ましいへへへって笑い方にメロメロなど、 さらに同年羽生選手は磯の中国版インスタグラムアカウントにメッセージ動画を投稿しニーハオと挨拶をしながら北京五輪や中国での思い出を語りましたそして素晴らしい商品を発信し続ける磯とともに僕も成長し続けたいと思いますと意気込みをコメントこの動画にも中国のファンからは大きな反響があり 中国のファンのためにありがとう、泣けてくるあなたの中国語、本当に可愛い私たちこそ感謝していますアイスショーには行けないけど、これからもずっと応援していますなど、感動的なメッセージが多く寄せられました。コロナ禍で渡航制限がある中でも、SNS 上には羽生選手への喜びの声があふれています。海外からも多くのラブコールが寄せられており、 最近では2026年に開催されるミラノ・コルティナオリンピックの公式アカウントが、羽生選手の偉業を改めて取り上げました。ショートプログラムで初めて100点以上を獲得したスケーター、フリースケーティングで200点以上を達成した最初のスケーターなど彼の偉大な記録が列挙され、2003年以降、国際大会で19回にわたり世界記録を樹立し、 オリンピック金メダルを2度獲得した功績が紹介されました公式アカウントは羽生結弦がこのスポーツに与えた影響は伝説的だと称賛しています各国のファンからも最も期待され最も影響を与えた唯一のスケーター彼がミラノオリンピックに出場したら優勝間違いなし羽生結弦選手が2026年のミラノ・コルティナオリンピックに出場する可能性について ファンからの期待が高ままっていますこれまでに数々の偉業を成し遂げた羽生選手が再びオリンピックの舞台に立つことを望む声が多く寄せられています SNS 上では彼が再びオリンピックで滑る姿を見たいミラノオリンピックで金メダルを取る羽生選手を応援したいといったコメントが数多く見られ彼こそ GOAT 史上最高の選手 スーパーグランドスラムを達成した最初の男性シングルスケーターだ世界初のソロアイスショーで東京ドームを満員にした初のスケーターだといった声が続々と寄せられましたミラノオリンピックも羽生選手に出場してほしいフィギュア界の王が誰かはみんな知っているといったコメントも見られ彼への期待がさらに高まっています羽生選手はプロ3年目となりその活動にますます注目が集まっています それが今日のニュースレターの内容です。羽生選手の活躍を応援したい方は、いいねボタンを押して応援してください。また次のビデオでお会いしましょう。チャンネル登録といいねを忘れずに。